ペーテシェンのデザインしたノルウェー国章。ヤルマール・エイリフ・エマヌエル・ペーテシェンは、ノルウェーの画家。風俗が、風景画を得意とし、特に風景画ではノルウェー国民ロマン主義を、初めて表現したとして知られている。オスル郊外のリッサーケルは、ノルウェーにおける、芸術村として知られているが、ペーテシェンは1980年代に、リッサーケルに家を所有した、クリスチャニアで生まれた。 1866年から3年間、クリスチャニアのノルウェー国立工芸芸術アカデミーで学んだ。1869年からは、クリスチャニアで美術学校を開いていたエッカースベルグに学び、1970年には、クヌート・ベルクスリー・エンヤ・ミューラーに学んだ。1871年に、コペンハーゲンに移り、デンマーク王立美術院で半年ほど学んだ後、ドイツに移り、 カールスルーへの美術学校でルートヴィッヒデクードルに学び、ワイマールの美術学校でリーフシュタールに学んだ。1873年にはミュンヘン美術院でビルヘルム・フォン・ディーツやフランツ・フォン・レン・バッハに学んだ。ミュンヘンで歴史画を描いて画家として評価された。ミュンヘンではアルノルト・ベックリンやカール・フォン・ピロティといった有名な画家とも知り合った。 1879年にはイタリアを旅し、1882年に最初の妻が亡くなった後、デンマークの漁村、スケーンで友人のペーダー・セベリン・クロイアーラのスケーン派の画家と活動した。1885年には再びイタリアを旅した。1905年にスウェーデン・ノルウェー連合王国が解消されてノルウェーが独立した時、ノルウェーの国章をデザインした。 ベーティシェンのデザインは1937年まで使われた。晩年はノルウェーの風景を多く描き、オセロ郊外のアーケシフース県のリッサーケルで没し,した。ありがとうございます。